紙の裏に肉の部位を1枚から注文できる焼肉店が今宵肉や紙の裏で味わいの時。紙の裏に焼肉好きにはもうたまらんちゅうお店ができたっていうんで今日伺いました。ありがとうございます。昨年の10月12日にオープンしましたので、ちょっとね1年ですね。そうですね、はい、安いなと思ってこうやって見るとこれ1枚の、はい、取り合わせ以外はもう1枚ずつからの、これ食べ残しがだからうちの店ないです、ね、ああそれいいね。初めてご来店された方にもまあお任せをご用意しております。8枚、はい、まあ、バランスよく1枚タンから始まり、最後ちょっとサーロイン。あ、中村さんのおすすめっていうのは人気なところですとサーロイン厚切りタンとかですね。個人的に好きなのはギアラという第4胃袋ですね。ミノが第1胃袋でギアラが4番目の胃袋になります。ちょっと食べてみたいですね。ぜひまずはじゃあ乾杯しましょうか。香るで肉や紙の裏に乾杯。乾杯。キムチ、はい、一つちょっと最初に頼んでいいですか。はい、ニラキムチはちょっとニラキムチで食べたことない。ニラキムチハマる人続出です。本当奥さんのお父さんがつけてくれてます。おお、ちょっとじゃあノーマルからいってみますかね。おお、なんかえらい味が深いですね、このキムチの。やっぱ手作りっていうところが結構すごい。ニラの方は意外とすっきりしてるけど、これもとてもいい辛さがありますね。これキムチだけで 2,3 杯飲めそうだな。キムチのうまい店は絶対にこう焼肉がうまいっていうのは。 ありがとうございます。プレッシャーがまずは厚切りタンから。炭火でしっかり火を通して断面がいい色になったところでいただきます。突き立ての餅みたいな柔らかさですね、うん、はい、ありがとうございます。で、8割ぐらいのお客さんが最初に頼まれます。店長おすすめの牛の第4胃袋ギアラも焼いていきましょう。ギアラはもう食べてやみつきになる人続出です。ミノと全く違いますね。そうですね、コリコリとした柔らかさがあるっていう、ものすごくなんかいい脂がね、いや、うまい。ありがとうございます。続いて僕の大好きなハラミ。これはやっぱりそのタレの方でね、このハラミは。そうですね、ハラミはタレが。いや、うまい。タレの味をね、またさることながら、こんなうまいハラミなかなかないですよこれ。ありがとうございます。美しいサシが入ったサーロイン。サーロインというとステーキの代名詞みたいな。両面を軽く炙っていただいて、こちらにつけていただいて、卵がしっかり絡めていただいて、ぜいたくな、うん、うまい。ありがとうございます。焼肉のうまさを再認識できた肉や紙の裏、やっぱり焼肉はうまい。まあ、ちょっと恵まれてるなと思うのは、お客さんに恵まれてるなと思いますので、そういうお客さんを大事にして、本当にいいお客さんばっかりで、やっぱりいい店にはお客さんもいいお客さんが来ますよ。それでいいお客さんが来て、またそこでいい店になっていくっていうね。中村さん、どうも今日ありがとうございました。ありがとうございます。肉や紙の裏に乾杯。